はい、これはもしかしたらバンクラスもありえますね。またまたですか、はい、最終ラウンドです。ライズ代表板橋、いやそして立ち技、格闘技界代表山本雅弘、パンチの交換、速いスピード、膝も織り交ぜていきます、左フック雅弘。完全に戦い方変えましたね。そうですね、はい、インファイト、インファイトですね。本当だ、のクラッシュの決勝戦の久保戦の、久保戦の3ラウンドでですね、いや山口さん、はい、こうしてシフトチェンジできるんですね。そうですね、1ラウンド10対10だとして、2ラウンドは完全に板橋君が取ってますから、はい、そうするともう3ラウンド落としたらもう山本選手は負けですからね。あとがない、はい、変えてきましたね。いやここぞと見たところの雅弘は本当にさらにそこからもう1段階2段階力を使いますからね。すごいですね、作戦変更ができるっていう。左ロー両方と言いますからね、山本選手はね。そうですね、はい、インもアウトも、はい、はい、完全にいいファイトですね。内側へ内側へボディをえぐるように、そして左ハイキック、プッシュ対応してますね。目つぶったまま戦ってますね。そうですね、それもあっても接近戦なんじゃないですかね、はい、相手の触れてる距離でっていう。なるほど、はい、膝、膝当てた。山口さん、はい、板橋サイドはどうですか。そうですね、ちょっと今流れが山本選手に傾きかけてますよね。取り戻したいですね、せっかく2ラウンドのいい感じの攻め方を。そうですね、左アッパー雅弘、またまた流れを引き寄せるのか。熊熊さん、はい、スピードマスター、テクニックマスターでもあり、これ感情もすごいですね。そうですね、はい、やっぱあの切り替えられるのも素晴らしいですしね、板橋さんちょっと面食らってる部分あるんじゃないですかね。はい、はい、いきなりテンポリズムが変わったんで、はい、うわー、右が 5連打、6連打、板橋です。逆に左アッパー雅弘、右当てていく、当たりますね、すごい当たってますね。飛び膝、下がりません。山口さん、ここも下がりたくないんですね。そうですね、パンチだけだと思ったら飛び膝が来たりするんで、はい、下がったらもうペース持ってかれちゃいますからね。そうですね、一撃一撃の強さというよりはもう一連の流れで、そうですね、濁流のように飲み込んで左膝、飛び上がります。熊熊さん、はい、まだ跳躍力も失われていませんね、雅弘、ね、はい、またああいうものをこういう角度で出せるっていうね、ベテランですよね。そうですね、板橋選手、あれこういう本当になんですかね、泥試合というか、はい、持ち出られる試合ってあまり経験したことないんじゃないですかね、はい、そう、どんどん押してきますからね。ここもパンチ払うようにしましたが、前に出ていた雅弘、ダウンではない。試合終了です。ちょっと苦しそうですね、井上選手。そうですね、いやしかし山口さん、はい、見せてくれますね、両者。そうですね、あのこのまま板橋選手が流れ持ってて勝つのかと思ったんですけども、ちょっと3ラウンド変わりましたね。1人目ドロー、29対29、ドロー、2人目もそうです。いや三者とも29対29。そうですね、山口さん、一つずつポイントを取り合って、ね、取り合ってですね、2ラウンド3ラウンドお互い、いやこれによりライズ王者対トーナメントを3度制覇している王者の戦いはエキストララウンド。でもまだ目は回復してないですね、やっぱパチパチしてますね。そのようですね、はい、すごいいいファイトですね。いや、はい、これ熊熊さん、第3ラウンドと雅弘は変わりませんね。変わらないですね、U ファイト、U ファイトでもうどんどん相手の距離を潰そうという感じでしょうね。勝負をかけてからの時間が長いですね、はい、山口さん、はい、しかし1ラウンド中攻撃し通して、はい、なかなか精神力の方もつながっていない、つながることが難しいなと思うんですけれどもね。やっぱり3回トーナメントね、トップクラスのトーナメントを制した精神力と修羅場経験した数は伊達じゃないですね、この試合見てると。そうですね、
板橋の方はやや疲れたか、いや疲れているのはこれ正弘の表情を見ても理解できるんですか。2人ともあれですよね、もうスタミナにはすごい自信がありますっていう選手なんですけど、はい、大瀬さんがどんどん押してますからね、はい、押してるんで疲れますよ板橋選手の方は。そうですね、はい、全然あの圧力かけられちゃってるんで、この場面一つ取っても押してますよね正弘選手。はい、はい、いやクラッシュライト級グランプリ制覇してから正弘最も充実した年だったとコメントがありましたが続いています。板橋選手ローには行かない方がいいんじゃないですかね。このラウンドでエクストララウンドでローはないと思いますね。はい、パンチの方がいいと思いますね。パンチが静かですね。なるほど、はい、もうそれではどうにもならないということですか。もしかしたらあの精神的に手詰まりになっている可能性がありますね。はい、山口さん、はい、その局面だけは呼び込みたくないですね。そうですね、もうここは正弘選手のペースに付き合わないで、はい、しっかり長い武器で戦いたいですね、はい、そしてなんといっても、ね、倒せるパンチがありますからね。板橋の左、今ストレートが出てくる、右アッパー正弘、そして熊駒さん、これ、はい、押して崩してですね。そうですね、押して崩してですね、左アッパー、どんどん押してくんで前ですね、はい、いや体格は板橋の方があるんですが、そうですね、攻める気持ちを3分間持ち続けてますね正弘選手は。切れませんね、落としません。ブロッキングからの返しが早いですね。なるほど、はい、ブロッキングしてスッパーして返しますよね、はい、それやっぱり相手は気をつかれますよね。そうですね、あボディに来ましたね、切り替えましたね正弘選手、そして上に来て、はい、全てが山口さん理にかなってますよね。はい、繋がってますね。そして膝も持ってきますからね、かと思えば押し込む、そして右服、今のは大きいですね。大きいですね、はい、顎を捉えた、あと10秒板橋も返す、正弘も出る、打ち合い引かない、前蹴り、ここで試合終了です。熊久保さん、これが正真正銘の試合終了ですね。はい、そうですね、いやさすがですね、山本選手やっぱり、今年修羅場をくぐってきたっていう言葉がぴったりですよね、はい、いや怖さを感じさせますね、はい、普通ならあそこであのまま行ってしまうんですよね、ずるずると。そうですね、さあエクストララウンドのみの発表です。青山本、山本正弘、10対9青山本、2人目も同じ10対9青山本、勝敗はついています。ライズの王者敗れました。勝者は初参戦の山本正弘です。ぜひ山口さんに伺いましょう、はい、どんな思いを今持ってらっしゃるんですか。いやもう板橋選手がここまでトップレベルっていうものを証明した試合でもあると同時に、はい、やっぱりあの山本選手がなぜ3回のトーナメントを制したのかっていうその理由がよく分かった試合でしたよね。谷川、はい、プロデューサーからトロフィーです。どうぞ。お互い技術には差はないですよね。ただやっぱ勝利をもう持っていく、最後に持っていくあの精神力、はい、ここがやっぱり山本選手の強さの秘訣じゃないですかね。